あの犬テレテテレテドゥン俺はマリオだ。さあ冒険に出かけよう。ルイジはどこにいる。ルイジルイジいてて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 痛いな。おいルイジ大丈夫か。どうしたんだ。兄さん、いやそれがさ、ちょっとこんなことがあったんだよ。ワン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 、テレテテテテドゥン、バクはルイジだ、ルイジだ、ルル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 イジ。ルイ発見、なんかすごいの発見。ピピ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 、わお、落ちてるドーナツじゃないか。いや手も洗ってないけどドーナツが食べたいな。いやいつもキノコばっかりだしね、たまにはいいんじゃないかな。うん、落ちてるドーナツだけど手も洗ってないけど、このバイキンがいっぱいついた手だけど、まあでも大丈夫でしょう。いつも落ちてるキノコとか食べてるし。ということでいただきます。ルイジ食べますか。ブガブガブ、おいしい。おいしいね。うん、もう一個あるよ。ガブ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 、いやーおいしい。やっぱりドーナツっておいしいんだね。キノコじゃないのもいいね。やっぱりもう一個あるよ。三つも、三つ食べる位置だよ。ガブ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 、ガー、おいしい。いやーおいしい。こんなにおいしいのは幸せだね、ほんと。ファン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 っていうことがあったんだよ、兄さん。そりゃそうなるわ。落ちてるもん食べちゃダメでしょ、ルイジ。いやでもいつもほら、なんかこうキノコとか落ちてるの食べてるじゃん、僕たちって。確かにそうなんだけど、やっぱ落ちてるものだとか、その手を洗ってないっていうのはもうやっぱダメだよ、ルイジ。だからもうちょっとお腹がいてててて、ルイジなんだよ今。いててて大変だ。確かに大変そうだ。そうか、そんなことがあったとはな。よし、それじゃ仕方ない。このマリオにいい考えがある。なんで、どういう考えがあるの。お腹が痛いんだよ、僕は。もう痛いんだよ、だから痛い痛い痛い。まあ任せてくれ、ルイジ。俺がこちら。てってて。バイキンキノコ、バババババイキンキノコ。ダメでしょ、それ、それこそダメなんじゃないの。いやもうお腹いてててて、お腹いてててて。いやだから、そのお腹にたっぷりバイキンが入ってしまったんだよ。手も洗わなかったしね、落ちてるものだし。こうだ、このバイキンキノコをこのマリオが食べて、バイキンマリオになって、ルイジのお腹の中のバイキンを倒しに行くってわけだ。バイキンでバイキンを倒すってこと。そういうことだ、任せろ、このバイキンマリオにな。いやなんかもう、もうすでになんかおかしいこと言ってるけど、本当に大丈夫なのかい、兄さん。いや、いてててててて、お腹痛いんだろ。俺に任せておけ、ルイジ。よし、それじゃあこのバイキンキノコをガブガブガブ、ドゥ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 。あれ兄さん、兄さん、あーぽきょぽきょぽきょ、なんか口の中に入ったような気がする。あーあー、もうなんかバイキンキノコ食べてる兄さんの方がお腹痛くなりそうな気がするんだけど、大丈夫なのかな、大丈夫なのかな。よし、バイキンマリオとしてバイキンになることはできたみたいだな。まずはバイキンを選択。どれにしようかな。どのバイキンでもいいんだな。まあこれが一番このマリオっぽいか。とりあえずこれでいこうかな。そして色を選択。黄色、緑、紫、ブルーに赤。いやもちろんこの赤でしょ、マリオといえば赤ですよ。ではこれで準備完了。さあ一体どんなバイキン。このバイキンか。このバイキンを倒せばいいんだな。よし、とりあえずルイジのためにもバイキンとなって。あっぶない、なにここ、あれか、あの旗を取っていればいいんだな。さああれがバイキン、来た来たバイキン。いきなりバイキンミサイル、なかなかやるな紫バイキン。危ない、あ取られた。あの旗を取ってる人が勝ちってわけだな。よし、あの旗が今外れてる。あーなかなか取れないね。ミサイルを使って、今取れてる、オッケー。さあこのバイキンバターを取ってた方が勝ちみたいなんで、とりあえず取っておくか。バイキン、あバイキン大したことないなと思ったら、バイキン大したことあるな。さあどうする、紫バイキン、俺に勝とうと思ってるのか。ルイジのお腹が痛がってるからね、なんとしてもここは勝たないといけないんだ。痛い、なんかボコされてる、ボコされてる。あーはーはー、取られた。なんてやつだ、なかなかやるな。ミサイルでもくれ。さあどうする、うわーこれバイキンバター、オッケー、いいぞ、取った取った。あいたー、ここなんか痛いな、ルイジのお腹の中痛いな、結構チクチクして痛いんだけど、ルイジのお腹の中痛い、なんなんだよこのお腹の中。こんなことだからこそお腹が痛いのかってぐらいチクチクして痛いんだけど。さあバイキンバターを取りたいところですよ。あれなかなか強いね、あの紫バイキンくん。
さあバイキンマリオとなった。おっと危ない、ミサイル飛んできた。バイキンマリオとなったこのマリオバイキンが、オッケー、これが今フリーの状態。あっとっとっと、違う方向に飛んでった。だからこの回転をしてる時にいい感じに取りに行かないと危ない。なかなか難しいぞ。さあバイキンバター、痛い、バイキンバター、痛い、バイキンバター、痛い、取れない、まずい。紫バイキンが、紫バイキン、今がチャンスか。取りに行きたいけどこの回転が、あー難しい、違うところに行く。くらえ、ミサイルだ、マリオミサイル、その旗はだー、痛い、あー取られた、あーバイキンだらけになっちゃった。逆にね、痛い痛い、なんか逆に痛くなってる。兄さん兄さん、なんか兄さんどうなってんの、痛いよ痛いよ。これではダメだ、ルイジのお腹の調子が治らない、何としてでも取らないと。さあバイキンを何とかしてこのバイキンマリオで倒すんだ。取られた、オッケー取った、いいぞ。さあこの旗を死守するんだ、危ない、いいよ、ナイスマリオ、いい感じに避けている。さあ来た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 、紫バイキンが来てる、来た来た来た、オッケーオッケー、避けてる避けてる、いいよ、うまいうまい、うまくやってる。ああ取られた、この旗を返せ、ルイジの旗を返せ、ルイジの旗だ、もうそれはルイジの旗なんだ。そしてマリオは旗が大好きなわけですけど、さあなかなか取り返せないよ。さあ難しいねこれ、ダッシュで取る、おっとなかなか取れないけど今ついていってるから、 OK 取った、奪い返されるか、逃げる、 OK 逃げる、いいよマリオ、逃げきれない、この返してもらうぞこの旗。さあこれで OK、 大丈夫かルイジ、このマリオのバイキンでバイキンを倒してあげてるんだ。あれなんかちょっとお腹の痛みがなくなってきたような気がする、ルイジ、おー兄さんが頑張ってるんだね、兄さん頑張れ、プレプレ兄さん、プレ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 兄さん、よしあと1回勝てばルイジのお腹が調子良くなるはずだ、頑張れマリオ。うわーまたまたギザギザだよ周りが、ここ難しいんだよね、ルイジのお腹の中がギザギザなんだよ、なんでギザギザなんだ、針なんだよ本当に、いてててて、針、痛い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 、取れない取れないじゃん、ルイジのお腹の中痛いんだよ本当に、むしろこっちの方がバイキンの方が痛いんですけど、なんとかして取りたい、取れない痛い、おっと取られた、取られてしまったぞ。じゃあバイキン取られた取られた取られた、痛い、やっぱなかなかこの痛いとこ難しいね。オッケー、これで旗を取りに行きたい、オッケー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 、さあ、あ痛い痛い痛い、ルイジのお腹より、ルイジのお腹の中の方がこっちの方が痛いんですけど本当、取られる、危ない。さああとは、おっとうまいね紫バイキンくんなのか知らないけど、さあなんとか取りに、いい、うまい、さあ取ったぞ、取り返したぞ。さあここでこのマリオがこのフラッグをね取り続けておれば勝ちというわけですけど、ああ取れた、なかなかそういうわけにもいかない、痛い、そしてこのお腹の中がギザギザして痛いというね、恐ろしいんだよルイジ本当に、逆にこっちが痛いんだ、バイキンよりね、ああ取られた、取り返した、痛い痛い、取られた、取り返すけど取られた、オッケー、このまま死守できない、マリオ頑張れ、もう少しだ、あと数秒勝てれば、あギリギリになってきた、オッケー、ルイジこれで治ったはずだ、よかったルイジ、もうお腹の調子は完璧になったはずだ。おお、なんかお腹の調子が良くなったのかな、もしかして兄さんがバイキンをやっつけてくれたってことかな、でもなんかあれ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 、ググ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 グ、あれあれあれ、痛い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 、やっぱり痛いんだけど、やっぱり痛いんだけど、なんか兄さんバイキンが、兄さんバイキンがお腹の中に広がりすぎて逆に痛くなってないかい、これ痛い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 、お腹痛い痛い痛い、お腹痛い痛い痛い、てかいつ兄さん出てくるの、いや兄さんがバイキンになったところでお腹の中で兄さんバイキンがいっぱいだったら、うん、それはそれでお腹痛いまんまじゃないかな、ちょっとお腹痛い、お腹痛い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 、トイレ、もうトイレ、トイレどこ、トイレはどこでしょうか、トイレ、トイレ。今回はマリオがバイキンマリオになってルイジを助けたつもりが逆にまたお腹が痛くなったという話でした。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。アナケナファミリー他にもたくさん動画があるんでぜひ見てください。それじゃあ次回の動画でまた、おバイバイ。